Hello， 大家午安，我是张大辉。今日は土曜日です。今息子は保育園に行ってるんですけど、朝ね私講習会、そう講座に参加してきました。っていうのも創業塾っていうのが今七尾市でやってるんですけど、それに参加してきて今日が第1回目で、めっちゃ緊張した。なんか自己紹介とかしないといけなくって、で塾の中ではどういう人が経営者に向いてるかっていう話をしたりとか、大体6人ぐらいしかいなかった。でね、帰ってきてポスト見たら超衝撃的なものが入ってて、これ納税通知書が入ってて、もうマジで税金高すぎ。多分ね、所得とかを見ながら税金って決められるんですけど、この間確定申告あったじゃないですか。この間って言っても3月か、私結構遅めに出して、なんかコロナの時って延期で3月以降も出していいですよっていうのがあったので、私7月ぐらいに出したんです。そしたら市民税が変更されて、めっちゃ高くなってた、やばい。今回私が11月まで払わないといけないのが124,800円と、この支払いが終わったら次に2月までに123,000円。マジで高いんだけど、高すぎてマジで腹立つ。そうで、 YouTube の収益が多分大体先月8月分がちょうど12万ぐらいで、でも家賃とかも払わないといけないじゃないですか。私食費とか生活費があって12万じゃ足りねえ。まあ他にも収入あるんですけど、副収入がで、今月多分ね9月分が15、6万ぐらいあるかな今のところ。だから今9月12日でそれくらいあるから、もうちょっとあるか。そう、でもそれがね、この支払いで消えてく、マジでつらすぎ。で、実は市民税って大阪より高いの、七尾の方が。なんかね、前お姉ちゃんが大阪に住んでて、住民票がずっと実家にあったんですよ、七尾市に。そしたら七尾市の方が安いと思ってたら大阪の方が安くって、大阪市か、多分田舎で人口が少ないから、より多くの税金を取るために。もうそろそろあれか、5時半になったら息子を迎えに行かないといけないので、そろそろ出発します。今から行ってきます。そういえばね、前ね動画撮った時に結構みんなに出かけるならマスクしろよとかってコメントがあったんですけど、私車の中にマスクケース置いてて、なのでマスクは家出て車乗ったらつけてます。楽しかった。カメラあるよ嬉しいね、撮られたらね。誰家帰る前に今から薬局に寄って日用品と牛乳買ってきます。本当はスターポイント5倍デーなんですけど、でも牛乳今日欲しいから、マジで重すぎね。あなた重すぎなんですけど、8.5 キロぐらいかな今。無事に牛乳ゲットで、今から実家行きます。
母さんがねよくご飯作って多かったりしたら私にお裾分けとかしてくれるんですけど、このタッパーたちを実家に返してきます。シワさん着いたんですけど寝てる。家着いたけど起きた、やばいやばいやばい起きた。おはようございます。翔さん家着いたよ。あー泣いたまた寝た。おはよう。待っとって手洗ってくるから。シワさんただいま。ただいま。最近自分でちゃんと座れるようになりましたね。たまに転ぶけどね。今日保育園楽しかった？今日何したん？楽しかった、よかったね。そうなん、友達といっぱい遊んだ。今日の夕飯、コープで買ったポテトチーズ餅。お母さんからもらったバイ貝とポテトチーズ餅とソーセージかな。こんな感じ、超適当。野菜がない。お風呂上がりのスキンケア、ボディクリームは最近これ使ってる。ドンキで1個100円やったやつ、めっちゃ安い。2個買った、激安。まあでも安いので、つけた感じ普通かな。良くもなく悪くもなく。ジェルタイプだから夏用だね。これはこれ最近薬局で買ったニキビのクリーム。なんかね、この鼻の横のとこにニキビあったんだけど、3日ぐらい使ってなくなった。なくなってはないか、でもマシになった。ここにあるんだけどね。ここにクリーム塗って、でなんかシールがついてて、これを上から貼る。これで一晩寝て翌朝結構良くなってる。いくらぐらいやったかな、1500円ぐらいやったかな、日本円で。まあまあいいよ。しおくん、もうすぐ寝る時間なんですけど。全然眠そうじゃないねおーすごい、おーすごいね。あーあーもう眠たいな。寝ませんか？ねえ、シャオコ、シカト？寝ませんか？どこ行く気？うわ、またやられる。